ボートレース琵琶湖の報知新聞社争奪琵琶湖校舎集結第39回琵琶湖王座決定戦、5日シーズンの今日は2日目、最終の12レース汽車選抜戦を迎えます。このレースもポイントアップのレースです。1、2、3、4、5、6コースも枠内となりそうです。まずインコースに1号艇大阪西村拓也が入ります。2コース2号艇地元滋賀柳橋弘樹、3コースに3号艇山口今村豊です。4コース角井地下4号艇愛知の古川雅之、5コース5号艇岡山山田裕貴、6コース6号艇愛知の鈴木重隆です。水面コンディション、今日は追い風が緩やかに吹いていましたが、今は4メートルぐらい、3、4メートルか、波高が3、4センチです。進入スタイル3対3、まずインの1番の西村が人気の中心です。人気対抗3番今村、今村今日前半は5着と大敗でした。今日前半白星を挙げたのは地元2番の柳橋、逃げて1着でした。進入スタイル3対3です。外3艇から進入開始、進入コースインコースから1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。第12レース汽車選抜戦、2秒前、1秒前スタートしました。まず内野がいいスタートが、から1番の西村、2コース2番の柳橋です。各艇がコンマ1前後のスタートで、まずインから押し切った1番の西村、西村が先頭でバックに入りましたが、すぐ後ろ4人5人並ぶか、2番手争いです。内から6番、4番、2番、5番、3番と、ここは大接戦の2番手争いが焦点です。スタートは正常でした。第1ターンマーク1番西村から注目の2番手、内から6番の鈴木重太が張っていく、外3番若干膨らんで内をついてきたのが4番ですが、2番手争いは2艇に縛られてきました。内が4番の古川、外3番の今村、3番今村がここでわずかにリードを取りますが、内から抵抗か、4番の古川です。先頭1番の西村からず、そして外全速握って3番今村豊、今村豊がここで2番手優勢に、後ろ4番2番、こちらが3番手争いですが、現在4番の古川が3番手、後ろ2番の柳橋は4番手、後続6番5番、6番の鈴木静香が5番の山田裕貴です。独走は1番の西村拓也、そしてしっかりと3番の今村豊が2番手追走、3番手ここが単独の3番手となって、4番の古川雅之、2番の柳橋が4番手、上位3艇は1番、3番、4番。インから主導権握った1番の西村でしたが、後ろ2番手以降は序盤は2番手争いは4艇、5艇、大接戦、そこから1周2枠、3番、今村豊が2番手に、3番手が4番の古川で1番、3番、4番です。まもなく最終の第2ターンマーク、1番の西村、これでシリーズようやく初勝利、上り調子となりました。3番の今村も今日前半の不振を挽回、まもなくゴール、先頭1番の西村五輪、2番手3番今村、3番手4番古川、その後2番柳橋、6番の鈴木重隆、最後5番の山田がゴールいたしました。以上、最終第12レース汽車選抜戦でした。